チャンネルのマストリクイズ。始まりました、銀チャンネルへようこそ。銀ちゃんです。今回はですね、こちらお魚スイマー、お魚くんですね。お魚くん、これで釣りたいね。まあなかなか難しいとは思うけど、実際に使ってみての感想レビュー、いろいろやっていこうと思います。まずですね、お魚くん、ちょっとね、竿に乗せてみた感じね、意外と重いっす。意外と重いっす。 35g っていうことなんですけど、やっぱね、竿に乗せてみると 35g ってやっぱ違いますね。キングヘビーで今ちょうどいいかなぐらいですね。キングヘビーディフューザーでちょうどいいと思います。ブラスターはね、あのレイドの公式の方江口さんが言ってましたけど、ブラスターはちょっと重いかもしれないですね。そんな感じでやっていきましょう。投げた感じは、結構重いで、あれ浮くな、浮きますよ。浮きますね、お魚スイマー。浮きますよ。沈まない。あ、沈む沈む。びっくりするぐらいゆっくりすぎて、フォールが。死ぬほどフォールがゆっくりだわ。浮いてるかと思った。超ビビった。これ巻いて使うんだったら多分メールシンカー打たないとダメですね。浮きますね。ただ超デッドスローで尻尾がで動く。あのね、ほぼほぼサスペンドと思ってもらっても過言じゃないぐらいフォールスピードクソ遅いです。場合によっちゃ浮きますね。最初のポチャンは沈む。で、ちょっとゆっくり巻いて止めるとこれぐらいです。うん。メールシンカーとか入れてホールスピード調整してもいいと思います。サスペンドに近い感じですね。場合によっちゃ浮きますもんね。ほんとね、これぐらい。下手したらノーシンカーワッキーより遅いっすよ、ホールスピード。でちょっと巻くだけでテロ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 って尻尾が動く。だからデッドスローで全然使えるんですけれど、なるほどな、こんだけホールスピード遅かったらそりゃ食いますね。ホール特化型スイムベイトなんて金森さんは言ってましたけど、確かにこれホールで食うだろうね、こんだけ遅かったら。水平姿勢でホールしていく。あまりにもゆっくりすぎるんで、ホールがホールで狙っていくんだったらこれでいいんですけど、ゆっくりした釣りが苦手っていう人はホール遅すぎるんで、多分巻いたらねすぐ頭が水面に出ますね。難しそうだね。青子がすごい。多分ね、これ針下向きにしてるとね、レイダウンとかは絶対攻めれないんで、いや、岩場とかね。食ったけど乗ってない。乗ってないっすわ。できましたよ。でかかったんだろうな。絶対。絶対でかかった。うわ。夕方のドラマでしたね。
存在感は大きいけどアピール力はね多分ない。このお魚スイマー、まあハドルテールなんでね、プリ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 みたいな感じですよね。シャットテールみたいな感じと違ってブン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 って激しく振るわけじゃないんで、ただちょっとこうゆっくり巻いてもプッププププってテロ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 って泳いでくれるんで、春先とか絶対強いっすよね。で、その浮力帯があってすごい浮力高いんで、水面付近をこう引き波立てるようにして巻いてくることができるっていう。あとはネイル進化とかで調整してボトムステイするなりいろいろ狙えるんですけど、とにかくフォールドをするんで、基本的にはなんか見える魚に対してピッチングとかで仕掛けて離れたところにでスーッてゆっくり沈んでいくフォールで、水平フォールで食わすっていうイメージの方が強いかもね。まあちょっと今回魚は釣れなかったんですけど、使い心地的に言うとこんな感じですっていうところで終わろうかと思います。竿はねキングヘビーかディフューザー、やってた感じね、ディフューザーの方がいいかもしんないなっても思ってます。キングヘビーも全然申し分ないんですけど、で遠投性能はあんまりない。どっちかっていうとやっぱ見える魚とかも仕掛けていけば釣れるだろうし、もしくはシャロー側ですよね、引き波立てで竿をちょっと水中にこう竿先をつけてね、ちょっと早く巻くとバジングみたいになるんで、そういうのを狙ったりとか、いかんせんね存在感は抜群にあってでかいんで、まあ、そこでね魚に気づいてもらって、あとはもうすごい生めかしいテロテロアクションと、もしくはフォールで、存在感で水を押してで魚を寄せて食わせるっていう方かな。巻いても出るとは全然思います、今日も巻いて出たんでね。だけどフォールの方が確実に乗るんじゃないかなという印象です。素材もね、しっかりしていて、エラストモアじゃないと思うんだけどね、結構素材しっかりしていて、身切れとかの心配もないんじゃないかなって思ってます。ただこの顎のところにね重りがあるんで、これがね使っていくうちに重りがポロっていきそうで、ちょっとどうだろうっていう感じのイメージがあります。まあ魚はちょっと見せれなかったですね、すいません。で水面をねポパって出てくる程度のバイトしかなかったんですけれども、まあねこのお魚スイマーは多分一番ベストな時期は春だと思うんで、まあすごい、まあ、カメラもギリギリな暗さになってきましたけども、まあ、春先すごく楽しみにしておいてください。絶対にこの魚お魚くんで必ず動画を、撮って魚をね、お見せしようと思います。お魚くん魚をね、はい、お見せしようと思いますので、ご期待しておいてください。今回は、魚見せなくてすいません。ただ、今回はこれにて終わらせていただきます。あ、出した。